それではですね、今回は、バイオハザード HD リマスターですね、やっていこうと思いますので、よろしくお願いいたします。それではね、早速始めていきましょう。ロード。さあ、前回はですね、寄宿舎の、プラント42を無事倒しまして、館の方に戻ってきております。でね、今日も、館の探索の方からやっていきたいと思います。地下はもう行ったので、次あれか、エレベーター使ってね、上から帰ってきましたよっていうところで終わってるのか。となると、あとはそっちがね、まあ何か拾っていないものがあるみたいなんですけどあとはね、まあ、2階と3階か、3階から行って、毒蛇戦ですかね、次ね。はい、じゃあ毒蛇戦今日はやっていきましょうか。では装備を整えていきます。ハンドガンと、まあ、ハンドガン、マグナムでいっか。どうせマグナムいっぱい手に入るからな。行きましょう。ここから登っていっちゃえばいいか。カブトの鍵を使った。まず一つずつ上げていきましょう。で、ここか。まずショットガンの弾を取る。弾がない方を取る。オッケー。ここはまた後かな。保安部長のメール、X デーが近づいている。1週間以内に以下の作戦を速やかに順次実行せよ。スターズを研究所に誘い込み、BOW 生物兵器と戦わせ実戦データを得よ。変異体を含む BOW の灰を1種につき2個ずつ回収せよ。ただしタイラントは廃棄処分とせよ。3、人間実験動物を含むアークレイ研究所の全てを事故に見せかけて処分せよ。以上です。またここは後できます。前回ここの敵は倒しているんで、おそらくそのまますんなりといけると思います。はい、でハーブがあるので取っていっちゃおうか。では3階へ行きます。そこですね。お、カブトの鍵全部開けました。さあ、毒蛇戦でございます。まあ、いきなりなんですけどもね、早速やっていきましょう。ここにもハーブが2個は置いてある。びっくりした。そこで蛇が来る。ふっと押されていく。落とされる。オッケー、だからもうマグナムでいいな、これな。ぐるりとまた回ってくる。
当たらない。相手当たる。回復しておく。行った。まあ、行ってない。頭がない。マグナムの弾切れる。当たる。いった、オッケー。オッケー、毒ヘビ倒したよ。何かが落ちてます。最後の章、ゲ。で、上登って回復アイテムを取っていきましょう。で、1個使う。さあ、最後の章を取りまして、イーグル・オブ・サウス、ウルフ・オブ・ノース、外に出ますか。ドアも壊れて開かないんだ、ここ。へえ。じゃあまあそのまま上からまた戻る感じですかね。ドアノブぐらいね、直しておいてくれよって感じですけども。そのまま戻ります。で、最後の章を手に入れたので、あ、誰か鷹の目ね、さっきの鷹と橋のところですね。この敵がいなくなったっていうのは非常にでかいな。これ。エンドです。そこにもアイテムがまだ残ってんだよね。あれか、バッテリーか。ここ。バッテリーはね、持てないんで、また後で取りに行きます。それじゃあ本を置いて行きましょう。
報手に入りました。これもいらんな、これもいらんな。それでこれで、いきましょう。よし、じゃあ取りに行きます。鷹の目のところですね。鷹の目っていうか、さっきのこの部屋ですね。宝石取る気、あ、黄色の宝石。赤い宝石、オッケー。これで完了。で、ついでに、あと1枠空いてるんで、バッテリーも取ってきます。バッテリーで、どこに入れるんだっけ覚えてないんだよな、それな。バッテリー取って、この任務完了。じゃあ目を、宝石をね、はめに行きましょうか。本当ここいないの楽だね。そうじゃない？ほら。やっていったか。また来る。怖いな。オッケー。やっと来ましたね、ハンターね、ここで。黄色。ああ、ディスクね。はい。コモクリア。ああ。あとは
あとはあそこが右下はアイテムね。これで、あ、館は、あとは地下1階のあそこか。地下1階何を忘れてんだろうね。とりあえずアイテムを置いてこようか。赤い宝石ってどこで使うんだっけ？ 全然覚えてない。バッテリーも置いとこう。ハンドガンを持ってきます。まあ、あと一発しかないからな、もうな、早いな。ではでは、ちょっとじゃあ地下再探索に行きます。マジだこれ。 ドアもぶっ壊れてるからね。前回も何かはね、ほら、あったー、はい、終了。はい、OK です。ハンドガンの弾か、ね。はい、はい、はい、はい。したら、じゃあ、右下のアイテムを取りに行って、多分ハーブだったと思うんですけど、2個だったと思うんだよね。それ取って、で、バッテリーを、中庭か。ね。中庭で掴んで、確か。ちょっとエレベーターが中庭来るので、それで多分行けるんだと思います。これでも、館自体は、終了ですかね、一旦。で、最後、ね、中庭のやってきて、で、まあ、ここの研究したのか、このね、さらにこの館の下の研究所に行くっていう感じですかね。何？ハンター。ハンター来る。あ、死んだ。どうもアイス。青色の葉が美味しい。これで終了ですね。はい。またここも扉壊されたじゃん。あいつに、ハンターに。では、中庭に行きます。
で、まあ、途中で一回ね、アイテムボックスに、まあ、アイテムがしまっていって、で、バッテリーを取り出して、いきましょう。これか。そこに奥にね、ボイキャラがいるとこですね。多分いるんかい。ここにもおるんかい。ハンターおるんかい。オッケー。あ、ウリシナもいるよ。使うよ。ハンドガンでは倒せることは倒せるんですね。死にます。危ないわ。もう使うわ。もうOK。 ここも倒しておいたんで今後が楽になります。ここはさすがに出てこないもんね。するためのインクリボン、うん、結局スプレーかなー。でバッテリーと確かねクランクが必要なんだよ。クランク、クランクで水をね貯めないと、貯めないと確かいけなかった。あれどうだっけ、クランク。あれさっきあったよね、クランクで。これか。OK。これで多分大丈夫なはず。で、一回セーブします。ここでね。行きましょう。ですかね、とにかく犬が厄介かい。でそこにバッテリー入れるから、まずクランクでこっちの水門を開けてからって感じかな確かね。
ここで、はい、使う。さあ、水が流れていきました。あ、滝の流れる音が止まったようだな。あ、なるほどね。あ、水が止まったわけだ、ここでね。はいはい、なるほどなるほどなるほど、それもね。はい、水がここへ止まりました。で、そうするともう亡くなり寄宿舎方面に向かえないので、このエレベーターを使います。あれ、これなかったっけ、バッテリー。あれ、バッテリーってさ、向こうで入れてくんだっけ、先下でもしかして、まあ先にこれ止めちゃダメだったっけ。そうだったのかもしれない。もう一回使います。水が引いていって、で、これね、このヘビ絶対食らうんだよな。で、ここの滝なんとこなんだけども、こっちにね、そう、ここで入れるの、バッテリーを。ちょっとこれが使えるの。オッケー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 。で、ここに帰ってくるから、このクランクでね、閉めると。で、滝が止まった。これで初めてこっちからエレベーターが使えると。はいはいはい。で、ここの扉に入っていく。 OK。 よしよしよし、なんとか犬に食らわず行きましたね。はい、で、地下に入る。で、ここにタイプライターとアイテムボックスね。はいはいはい。で、インクリボンがある。まずはアイテム整理が、クランクはしまう。
こっちはまだいけない。じゃあ一回セーブします。オッケー、ナイスです。いい感じいい感じ、今日はいい感じのペースで来てますよ。まだ一度も死んでません。やっとここまで来た。でこっちですね。ここの扉開ける。あれかな、バーディーは出てくるの今回。ハンターいっぱいなんだよな。弾が来るから気をつけてってやつね。電源装置シーンになっちゃうとね、はいはい。なんかさっきこっち光ってなかった。光ってるよね。ハンドガンの弾、はい。ハンドガンの弾いっぱい、ありがとうございます。さあ。まだなんか落ちてんだ。こんなものか、まあ、電源装置かな、多分電源装置ですよね。あ、じゃあここだ、これこれこれ、ハンドガンのマガジン弾がいっぱい来る。さあ開けます。奥行くと、エンリコ、エンリコ、俺に近づくな、クリス。何があった？この裏切り者め、エンリコ、寄せ。撃たれた。エンリコ、エンリコ、ブレ、ラ、エンリコ。裏切り者は一体。さあ、エンリコの落としていた。たった一発で。この射撃、一体誰が。さあ、クランク。四角いタイプのクランクですね。じゃあ六角だ、六角。四角いのは今まで持ってる方。文字が刻まれてるやつ。さあ帰ろう。で、帰りはハンターが出てくるんですけども、まあ可愛いやつなんで、やつだ、ほら。もうね、登場のシーンでもう終わりです。で、あれか、シャフトのね、まだもう片方が ないんだよね、まだね。それじゃあ一回帰ります。
こにも出てくるんで、後ろを通っていく。これは全然スルーでいけますね。さあここまで帰ってきて、まあまずは六角で使うか。これいけるようになります。しまっちゃおう。でこれもいらないな。でマグナムの弾を出しておいて、マグナムティボードも出しておいて、リロードだけはしておく。ですぐにしまっちゃいます。じゃあ先へ行きます。クリーンハーブあります、取ります。で救急薬があるんでしまっちゃいます。よし、じゃあ行きますよ。さらに奥へ進んでいきます。で火炎放射器、これかこれ行こうとすると来るやつだな、弾が。はい、はい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 、なんとか無事でしたね。でショットガンの弾、火炎放射器だからね、まあ雲退治に使えるっていうことでしょ。要するにここなんだよね、この雲か。強いのかな。いまいち火炎放射器はね、そうなかったもんね、あのジル編の時はね。はい、じゃあ毒蜘蛛で次、毒蛇と今日は毒蜘蛛と対決です。あ、全然食らってない。ちょっと全然食らってないんですけど、やつだ。サバイバルないですか、ここでサバイバルないですか。食らってないのか。やっと距離短っ。いった。超沸騰されるんですよ。一回回復ポイズン。いや、小雲弱。小雲は弱いっす。あれ、終わった終わったっぽい終わったっぽい。あ、倒したっぽいよ、なんか。なので、ここをナイフで
1、2、3、4、一体じゃない、5本、6本、あ、雲だからね雲だから6本ということですね。はい、 OK です。回復したい。あ、毒直した、ちょうどいいとこに、ちょうどいいとこに毒直しがある。 OK、 毒が治る。で、毒取っておく。で、地下のやつを取っておく。中には地下のやつ取って、オッケー、行きましょう。あ、火炎放射器やっぱ強かったですね。さすがっすわ。あ、なんで火炎放射器ここにもう置いていくんだ。で、置いていかないとここの扉開かないんだ。へー、なるほどね。もうここだけしか使えないよってやつね。限定武器だったんですね。絶対まだこれ来るやつだよな。ああ、六角がねえ。六角がねえやつだ。ほら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 。取ってきまーす。すっかりお前持ってなかったですね、六角なんてね。で、これを持っていかないと多分ダメけ。だね、これを持っていかないとダメだね。使えないはず、確か。で、クマはもういないので。お前はいるんかい。置いて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 、もうね、分かってるかのようにね、絶対もうこいつ六角持ってねえから、もうそこにハンター置いとこうっていうね、絶対そういうやつだわ。もうほんとマジ、ほんとほんとね、ほんと調合できるもんならしたいんだが、なさそう。で、ナイフはしまっておく。セーブはする、セーブ。セーブが美容なんだよな。あとはまあ、とりあえずハンドガンでいっか。とりあえずセーブはしとくか、念のためね。六角持ってこう。で、セーブをする。23番。うん、てか気づいた間ね、あの、ジルのクリアデータはもう消してますね。一体、いつの間に。あれ、なんか取っとこうって感じだったけどね、いつの間に誰が消したんでしょうか。さあ行きましょう。ちょっとまずはハンドガンで、やつを倒すとかですね、ハンターを倒すところからやっていきましょう。あ、そっちから来るんかい。あっと、危ねえ。ナイフ出した。あ、バカでした。俺も死ぬ。俺も死ぬ、俺も死ぬ。ちょっと待って。俺も死にます。回復してこようっと。
リーンハートがいっぱいあるんだな。OK、これでいきます。よし、いきますよ、今度こそ。で、これでもうハンターいないんで、そのまま解放者取って、クランクマスター、あのね、どうせ岩が来るから逃げますよ。あ、来ない。開けようとすると、違う、これもう一個、もう一個か、もう一周するんだ。もう一周やってからの、いいわね。ここで、あ、もう半周か、じゃあ。変なとこ来たよ。あー、なるほどね。そっかそっか、これあれか。ここにまず石像を載せます。このクランクを回すと押し出されます。で、こっちに押せるようになります。ちょ、画面がちょうど切り替わるとか、ちょ、一番難しいところ、これで押すとこの上に乗ります。回転します。一回外出します。そうするとあれクリスが回転します。赤字さんもう一回乗せます。回転します。
ます。で、こうライン合わせます。で、差し込みますと。で、シリンダーが手に入ると。じゃあここはもう終わり。回ります。クリス回ります。で奥に救急箱ね。スプレーで、ここも OK。 よし、これでシリンダーを合体させて、あそこの電力ですねというところだけども、多分これで終わりそうな気がする。時間的にまあ戻って終わりですね、多分今日ね。じゃあ次回はシリンダーカラーになります。クランクはしまう。シリンダー入れる。でインクリボンも取り出すと。 OK。さあ、では今日はこの辺で終わりにしましょう。ここまでご視聴ありがとうございました。では、次回はですね、このシリンダー使って、最初に入ってきた、エレベーターのところですね。そこの、電力からか。電力からちょっと回復させていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。ではまた見に来てください。ありがとうございました。